はようございます。今日は日曜日、ダンスの発表会です。現在7時半、午後の部なので気楽に参加できそうです。午後の部はね、3時集合の6時開演、1回リハーサルがあって、公演もね1時間半ぐらいなので、なんかサクッと終わりそうです。リン君はママと一緒に起きてチャレンジしてますね。できたやつをこいつが言ってくれる、うん、こいつ、こらしょって言って、ほら、こいつ、うん、かんちゃんは今日は予定なし、あきぽんはもしかな、今日え、ちょっとだけ今日何もない。あ、ごめん、怖い、あれもしじゃなかった。マッパからもらっとらん、おまんじゅう、朝ごはんにしちゃう。やばい、お、ベストスコア、すごいじゃん。チョコワッフルがあと1個残ってるぞ。食べる。イエーイ。ケンソーマン強い人、久しぶり食べた。うん、いい音。あちゃぴも、かんねーねも、あきねーねも起きないね、銀くん。あちゃぴ、あたぴ、朝だよ。繰り上がりの足し算と繰り下がりの引き算、正解。お花めっちゃ綺麗。さっきのに変えて変えて、ねえ、もうすぐさ10時なんだけど、誰一人起きてこないんだけど。かんちゃんさ、昨日学校から帰ってご飯食べてすぐ寝たんだけど、まだ寝てる。あちゃぴー、もう10時だよ。じゃあ寝すぎじゃない。眠いの。ポンはこれまだ iPad を見てますね。朝ごはん食べませんか。今日の衣装です。あちゃぴのガールズ、これね、めちゃめちゃ可愛いんだよ。背中がなんとハート型に開いてるんです。可愛いね、セクシーだね。肩のとこが大きかったので、ここを縫い詰めて、このパーカーがちょっと長めでショートパンツが全部隠れちゃうから、こう山形にカットして少しパンツが見えるようにしました。ちょっと編みタイツっぽい、あの靴下、ハイソックスです。これ次の曲がこっちの、インナーはこれとこれ兼用で使おうと思って、トレーナーに黒パンツ、これになんかね、ゴールドのネックレス、これ全員共通でついてるやつ。帽子かぶるのはなんかバケツハットじゃない、なんだっけ、バケツ型の方は、バケツ型の方って何が、アチャピとお揃いの黒白のネックレス。アチャピは3曲出るのでね、これにさっきのあの黒パンツ。あ、全員一気に起きてきましたね。めっちゃ眠かった。みんな適当になんかこういうのを少しつまんで、お昼お弁当頼む予定なので、それを早めに食べます。ストレート、伸びたねー。美容室に頼もうかなと思いながら、うまくしそびれる。靴下をつけたくて、ヒラヒラの長すぎるから今カットしてみてるんだけど、半分で結んでる。で、これで踊るじゃん。で、戻ってきました。間に合うかな、これフルスティカカット。キラキラしてる、かわいいね、キラキラなるから、かわいい。お弁当届きました。パパがのり弁、いつもの。アチャピがいつもの唐揚げ。あ、美味しそうだよ。アチャピ、アキネーネがいつものハンバーグ弁当、アンちゃんが金南蛮弁当に、今ね、
ご飯入れ替えできるの、たけのこご飯に。ママのと牛焼肉弁当、気持ち付き。チャピとアキポンはね、うちの固めのご飯が好きなので白ご飯炊いてます。と銀はカレーが食べたいって言うからこれ。いただきます。が大あくびしてるけど、今日寝すぎじゃない？あちゃぴ体動く、うん、ちょっと動かした方がいいよ。動く動く。後でちょっと家でも一回リハしようよ。スキンもなぁ、2曲出たかったけどね。着替えるのめんどくさい。今日はちゃぴが3クラスと銀はね2クラスに増やしたんだよね。でもあと1曲がねちょっと難しすぎてついていけないので、今練習だけ参加してるんだよね。おんちゃん戻ってきました。難しいんだよね、音少ない割には。あ、そう、聞いて最高新調になったんです、念願の。ライブ中に何回してもならなかった。これがポンだし、でかーって思って測ったら最高新調してた。ジャピがすでに日焼けしてしすぎて困っています。いや、今日なんか起きた時に、ね、顔色あると思ったの。そしたらなんか焼けてたの。なるほど。日曜に行ったら2人分の料金。人数合わせかよ。なんかね、いつもハイライトとかを買おうと思って忘れるんだよね、自分が使わないから。うん、これねえねが貸してくれました。いいね。あれミスコの時にハイライト買った。おお、白い、白いし白すぎん。いいじゃん。なんか舞妓さんみたいになっちゃった。韓国で買ったやつ使います。していきます。カンガルーがいる、ここにいい匂いする。いい匂いだよこれ。出来上がり。涙袋爆誕させたいなと思って。でもか、あんまりさ、涙袋描くの上手くないからさ、クマみたいになっちゃう。やばい、やばい、濃すぎた。ちょっと濃すぎた、あのさ。ダメだこりゃ。え、嘘入った、ごめん。そこスタンのように書かれてた。まつげはまつげんでいいかな。まつげ長いよね、朝日。びっくりした。多分秋の2倍ぐらいあるべ。長くね。うん。パイナップルいいでしょ。地元の売れない芸能学校に入ってる子みたい。おい、ゾギン。あー。秋がカラオケに行くとか言っております。妹たちのダンス発表会を見に来ずカラオケに行くとか言っております。結局ね、早めに準備してるつもりがいつもバタバタになるっていう。そのパターンが近づいてきました。カメラさん、僕は泣きさないようにここに立てて。かけたの。髪関係のやつ。おとべちタイム。箸買いすぎちゃったからさ、ちょっと選んで持っていこうか。いつもでもね、多めに持っていっていっぱいもらってさ、持って帰るんだよね、また。箸で半分埋まってる。どこに行くんですか？カラオケ行った後に、カンはジムで、ダンスの振りが昨日でちょっと遅れちゃったので、それ練習します。これ私からなんかせしめた3000を握りしめて、アキポンを誘ってカラオケに行くそうです。まあ、秋はついで、ついてくるか、来ないかはあなた次第。友達との遊びが中心になったから行くっていう。のこのこついてきや。2人とも自分中心な人たちが一緒にカラオケに行くそうです。以外の一致。そうそう、以外の一致、以外の一致。楽しみに来てください。カラオケ終わったら、カンも秋を置いてジムに行く。うん、私はカンを置いてゲームして。ということだよ。じゃあ部屋の片付けはいつになるんだい？だからジムの後だって。わマジ汚いんだけど部屋。みんなに晒すよ部屋。別にいいよ、その後綺麗にする。もうダメ、もうダメ。あーちょっとダメ。あー分裂してんじゃん。
ちゃん。汚すぎて気が狂いそう。この前実験したんだけどね、何日分放置したら服を畳み出すかと思ったらさ、畳んだ山から引きずり出して着ていくの。だから8着ぐらいからは増えないってことが分かった。多分それお気にが全部使い切ったからじゃない。そうそう、発表会の曲を一回練習していきます。頑張ってください。鼻くそっていうのはね、鼻のね、クソの王様なんだよ。キモい。そう、自分の顔に取る。ましたよ。よいしょ。今リハが終わって30分後に本番だね。体力補給してる。次は練習するらしい。何何しないの？鬼ごっこしてる場合じゃないですよ。鬼ごっこしてる場合です。床掃除じゃない、銀くん。床掃除。お疲れ、お疲れ、お疲れ。8時までに帰んないと。出ないといけないね。うん、お疲れ、銀。中に入ってる。発表会後のアイス。車の中で熱い。よかったね。よかった。頑張ってね。楽しみしとくてんね。お疲れ様でした。私の気に入りの黒いペンはどこだ。ダンスの日はケンチキ。開けます。ラッパからもらった。ラッパからもらったなんかお土産みたいです、うん、頑張ったご褒美ね。イエーイ、バスボム。バスボム。え、これ赤ペン。ちょうどママに買ってって言おうとしてた。でしょ。すごい。うんち。あまり削れなくなってきて。塾にね、行き始めるから使うかなと思ってさ。ナズロープ。ナズロープ。細っ。細っ。ナズロープ。まあスヌーピーグッズだから嬉しいけど。新しい筆箱使えるようにね。ね。これが気に入ここの。すごくない？ここ下は開いてるね。あー、嬉しい。やったー。銀はうんちくん、うんちつけようか。これさ、これすごい高かったんだけど、跳ねて光るんだよ。うんちぼよよんってなるんだよ。今日はステージ楽しかったですか？うん、いつもより自信があったから。なんかの髪が今がライオンみたいだけど、うん、ったお菓子かな。可愛かったよ。サッカー組だ。うわ、銀が大好きなやつじゃん。キャッチボール。あ、テニスボールじゃん。テニス組。可愛い。中身こんな感じ。これもどうか入ってた。なんか踊り狂い出したお姉さんたちがいます。軽くジャレジャレ。今日はね、発表会で疲れた2人、もう爆睡でございます。生き返っ
で寝てますね。おやすみなさい。お疲れ様でした。